はい、こんばんは、マッチカフェ TV です。これは私の Facebook で紹介をした、ブロゴスというライブドアニュースですけど、山尾しおりさんと望月、この名前を読めない伊佐子さんですかね、よいしょ、まあ、東京新聞の望月記者ですよね、Facebook でね紹介したんですけど、まあこのことについてちょっとお話ししようかなと思います。さあライブ入ってるかなということで、よいしょ、はい、ライブ入ってますね、音声はどうでしょうか。ちょっと風邪気味なんで、クシュンクシュン言いながらお聞き苦しいと思いますが、まあ許してやってください。ね、この山尾さん、望月さん、本当に素晴らしい、女性2人が中学校高校で、山尾さんが1級上の先輩後輩なんだそうですね。でこう対談があります。まあ要するに今マスコミのことをちょっと語っていて、予定調和でまあ空気読めよみたいな感じなんだけども、望月さんもズバズバ切り込んでいって、まあ、山尾さんもマスコミの本当に変更した偏った興味だけの記事ですよね、まあ、それに対抗しているということで素晴らしい 先輩後輩ですね。まあこのことについて高知白バイ事件もね、これ私のツイッターですけど、まあ、こういうこうマスコミの番記者のね都合で高知白バイ事件冤罪が出来上がっているんでね、まあ、そのことをちょっとお話ししようと思います。はい、高知白バイ事件の記事がありますけどもね。さあ、はい、こんばんは、よいしょ。いやー、すいません、もうガチガチに来て、風邪ひいてても風呂入るんでね朝もここは露天風呂なんでいいんですよね。でさっきも入ってきて、サウナで汗かいてきました。どうかな思うたけど、まあ結局薬も飲んでないんで、本当お聞き苦しくて申し訳ないですが、よいしょ、音声は入ってるようですね。はい、ちょっとすいません。いや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 、ほんとすいませんね、ちょっとブドウジュースを買ってきましたんで、これが薬ですね。お疲れ様です。香りがわからんから、ただの酸っぱい液体ブッシュはありがとうございます本当にね、香りがないとただの酸っぱい液体ですわ
チーズとね、まあコンビニで買うしかないんで、鼻が抜けてくれたらいいんだけどな。ああ、気付け薬で。あ、野々原さんこんばんは。お昼ね、レバニラ炒めしっかり食べて、御徒町のね、この前も放送した、たまにグランチの安いところがあるんで、レバニラ炒めちゃんとね、ご飯とおかずもしっかりあるし、味噌汁、まあ味噌汁じゃなくて中華風の卵スープですけど、それとザーサイと杏仁豆腐とね、今日は杏仁豆腐がありがたかったな。非常に、あ、杏仁豆腐がそうや、ここはいつもついてるんや、これが嬉しいな思ってありました。すいません、すいませんね、お聞き苦しくて、まあ 汗かくぐらいたっぷりきてるんで、まあだから夜行バスでね、隣とか後ろの人が風邪引き込んでるとどうしても逃げれないし、10時間ぐらい一緒におるんでね、俺はもらいますよね。ね、外国の人、多分韓国の人じゃないかなと思うんやけど、もうクシャーンってね、大きなくしゃみするんですよ。男の大柄の若い人やったけど、ああこれ大丈夫かなこの人思ってたんやけど、やっぱりモノだかな。はい、まあしゃあないですね。前もあの311の前に長崎から大阪行く時にね、あの時はもうバスが寒うて寒うてね、3月の頭やったから、まあ、疲れも溜まってたしね、まあ、疲れてるとダメですわ。ちょっと待って、気付け薬を、はあ、これ薬ですね、ブドウジュース、ブドウジュース系の気付け薬、これ今日半分ぐらい飲んで買って寝ろか思ってね、パタンって寝るとあとね、カレーライス買ってきたんですよ。これを温めて食べて、つまみはチーズとこんなピリ辛かまぼこ、それこういうね、キャンディーチーズ、スパイス入り、それとやっぱりカリカリ梅なんかどうしてもこう酸っぱいものが食べそうになって、こう家ではね手作りの青梅食べるやけど、お酸っぱい、こう酸っぱいのやっぱり食べないからね。家ではポン酢とか、とにかく高知県はね、カツオの消費量、酢の消費量が日本一ですからね。酸っぱい、美味しいブッシュは、いやいやいや、2回やってしまった。ああ。
梅干しええな、酒が進む。うん、あ、酒じゃない、ない、ブドウジュース系の着付け薬です。はい。これボトル半分ぐらい飲んだら治るやろ。さあ、さっき言った高知白バイ事件で、あの望月さんの話もしましたけど、こうね、どうしてあの東京新聞の望月伊佐子さんですかね、山尾詩織さんの中学校高校の一個後輩で、素晴らしい女性ですよね。まあ優秀優秀優秀、本当に頭ええわ二人とも。山尾詩織さんもほら元 検察官でしょ。あ、もう根性が違うわ。あ、もうそこら辺りのあの絶対根性が違うわ。検事でもほらもうサラリーマン的なのと権力で自分が支配者の方に回るのと、それから正義を貫くちょっとといますからね。司法試験受かるでしょ。そうするとあの検事、裁判官、弁護士ね、この3つ選ぶ自分でね。要するに検察庁に勤めるサラリーマンか、裁判所に勤めるサラリーマンか、それから弁護士という自営業、あるいは弁護士でもいわゆるその居候弁護士言って、法律事務所に勤めるサラリーマン的弁護士も多いですけどもね。まあただあ、ヤーマンこんばんは、デコフレームありがとうございます。まあだいたいこう検察官になる人はね、もう意見はっきりしてるんですよ。弁護士になる人は割とこう人の手助けしたいみたいなね、で割と器用な人も多いんで、ね、で裁判官は一番サラリーマン的、もう生涯獲得賃金を若い時から計算するみたいなのがあの裁判官になる。割とこう、ああ勉強が小さい時からできたできた、はい東大行きますか、はいはい行きましょうとかで、さあさ先には医者になるんか、あ官僚になるんか弁護士になるんか、こう言うて、まあ若い時は医者か弁護士かとか言うて、でこう司法試験受けて、でそこでこう裁判官とか検察官とい う進路が見えてきて、でこう自分をしっかり持ってるこう、まあ、我が強いって言ったらあれやけど、芯のしっかりしてる人は割とこう検察官に行くのね。でその人たちが権力側に要すると、俺はあの高知白バイ事件とか陸山会事件をね、作り込んでしまうみたいな検事になってしまうと。まあでも多くはなかなか体制に逆らえんからね。すいませんね、鼻をシュンシュン言わしながらで本当お聞き苦しくて申し訳ない。まあ、ちょっとブドウジュースを飲みながらやりますからね、放送はやるで。まあそれで望月さんね、菅官房長官にズバズバ質問して、まあ気持ちがええ限りですけど、でも
ごく一般の人たちは、なんでその記者が自分が分からんことを官房長官の記者会見で、これが分かりません、あれが分かりません、これどうなってるんですか、盛りかけ問題どうしてですかってこう突っ込んだら、周りの読売、朝日、毎日、日経、産経、こういう大手、それから NHK の記者もテレビ局の記者もみんなこう下向いて、はい終わってくれんからみたいな顔してる、それがなんでかっていう、まあそういうさっき見せた記事はですね、望月さんと山尾さんがそういうこう出来試合、記者クラブの体質、権力におもねる記者クラブの、まあ、ことを批判しているわけですけども、なんでそういうことが起きるか皆さんご存知ですか。なんで望月伊佐子さんが目立つか、なぜ他の大手新聞テレビ局の記者は望月さんのように国民が気になることをズバ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 菅官房長官でも誰でも聞いていかないのか、なぜかね、ヤーマン分かりますか。ここが高知白バイ事件にもつながるところなんですね、情報をもらってるからなんですね。情報をもらってるから、情報をもらう立場なんですよ。皆さん、あの例えば事件、例えば事故が起きる、どっかで交通事故がありました、なんか燃えました、あ車がガッシャン行きましたね、地震、津波、いろんなことが起きました。これはあの新聞記者、テレビの記者が行ってこう調べて、こうさっきあれ救急車で運ばれていた人は誰ですかとかね、何があったんですか、誰が犯人ですかとかね、何時頃この事故は起きたんですか、やってると思います。やってないんです。やってない。事件についても事故についても多くのテレビ局、新聞社は当局、つまり警察ですよね、事件事故必ず警察が来ます。火事になったら消防が行きます。私は消防団員でしたから、火事の時になったら消防団員がまず真っ先に近くやから、自分の町やからスッと行くわけね。そうすると警察も巡回してる時に来る、で、最寄りの消防署から消防車が来る、でそれが火事ね。じゃあ事件事故は起きた、そうすると近くの巡回しているパトカー白バイに、もしもし事件事故が起きましたってこう110番を受けたところからリターンで、何々町何丁目何番地で、事件発生事故発生、まあ例えば盗難があった模様とか、一人負傷とか、まあ、並行してこう救急車119番通報があったりね、まあ、そういうことがあるわけですけど、新聞記者とかテレビの記者とかそんな数いませんから、そんなもん現場の近くにたまたまおったら行くだけで、あのいい映像が撮れる、いい写真が撮れるっていう感じで、カメラマン、テレビにしろ新聞にしろ写真が必要だから、絵がだから、カメラマンが先行くんですよ。で記者は、まあ、一緒におったら行くけど、結構人数が少ないんで
それは警察に情報をもらうんです、ね。そういう現場に行って新聞記者やテレビの記者が、その近所の人に「あの事故見ましたか、あの事件見ましたか、どんな人ですか、被害者は誰ですか、加害者は誰ですか」聞き込みとかすると思うでしょ。しない、全然。近くにいたらたまたま行くだけで、カメラマンが行って写真撮ったり映像を撮ったりするだけ。すべて警察に聞く。でこうなるとね、警察が何時何分何丁目何番地で誰々で誰べえがへのへのもへじさんに山田太郎が鈴木一郎にどうしたこうしたってこうなるわけですよ。それは赤い車がどうしたとかトラックがこうしたとか、あるいは包丁が落ちてたとか、まあいろんなことが全部こう警察がまとめてるわけですよね。それをファックスなり何なりでもらうだけ。現場に行ったら紙をもらう、 ありがとうございますと、それをまとめてあるんですよ、警察が発表していいの。ほんでね、皆さん今あのちょうどザマのあの9人ですか、死にたいっていう女性を中心に、まあ、あの手にかけていった殺人事件なのか自殺ほう助なのか、まあ悲惨な事件のことを報道されてますけどもね、ああいうのもですね、例えばロープを、まさにあの事件ですよ、ロープを事前に準備していたとか、またあの携帯電話の LINE でこうやり取りしてて、何月何日に死にたいって言うた女性がおって、でその彼氏がおって、でこうしてああしてってこう出てくるでしょ。あれ本当は絶対わからないわからないはずなんですよ。あれ全部警察が情報をリークしてるんですよ。新聞社テレビ局にね、まあ、こういう時はいい、警察権力者にとってですね、国家権力の警察当局にとってこれはもうあの悲惨で凄惨な事件だけれども、テレビ局や新聞社を警察のこう支配下に置く、がっちりこうコントロールするためにはですね、まあ言葉を選ばないかんけど、こういう状況下で情報をこう与える、リークする、情報リーク漏らす、まあ基本的には NHK、 そして大手5社、読売、朝日、毎日、産経、日経、この新聞社、そして系列のテレビ局そういうテレビ局新聞社に対してですね、情報を渡すんですね。そうするとこう、もし警察の言うことを聞かない、まあ例えば望月伊佐子さんがああいう菅官房長官に
横着言うとったらよね。こう陰に陽にこう情報をね渡す渡さん。東京新聞はなんか東京新聞はなんかこう変わった記者がおるなみたいなことを言いながら情報を渡すんですよ。そうすると、まあ実際どうか知りませんよ。でもまあほぼほぼそういうことです。そうすると東京新聞はこうそういう、まあ、望月美佐子さんは官邸とか菅官房長官の記者会見にこう詰めてる社会部の記者ですよね。そうすると、事件事故現場で殺人事件だとか交通事故とかやってる担当の人たちは結構いびられるんですよ。私がこう警察だとすると、はい、読売毎日朝日、はい、中日、ああ、東京新聞、ああ、お前んとこの望月女の子はなかなか異性がええのとか言いながらね、こう渡すのは渡す。でも一言ある、絶対ある。まあ普通にしや普通にみたいな感じでね。わかりますかね、皆さん。もしね、これ警察から情報をもらえなかったら、その新聞社だけ記事書けない。まあ共同通信っていうのがあって、そこに会費払うて、だから情報は来るんやけど、高知白バイ事件なんかですね、地元の高知県警が高知新聞に情報を渡さんって言ったら終わりやから。あ、皆さんお茶とかありがとうございます。これなんでこんなことが起きるか言ったらね、記者が全部調べるってなると、ほらもう手間もかかるし、二人さんに余分に雇わないかね。そういうこと、金がかかる。だからもう普段持たない。もう検察の機嫌を取って権力におもねって、ああそうでございますか、はいはいよろしゅうございますって言うて、どうもありがとうございますって情報をもらうのが一番新聞社テレビ局にとったら安上がりなんですよ。安上がり。だから検察はこういう大きな事件の時に上手に情報をリークして漏らして、その時にまあ普通にしようや普通にって、あげるからあげるからね、もうあんまり飛び跳ねん時やと、こう来るわけです。高知白バイ事件なんかね、2006年の3月3日に高知白バイ事件起きたんやけど、そのちょうどその頃に大スパイ、高知県警裏金事件というね、まあ北海道道警であった警察が幹部にね、貢ぎ物をする金をこう、捜査費を上手に、架空領収書を使うて、まあ、全国の警察で行われてたわけですけど、検察もそうね、検察にしろ警察にしろ、まあ検察の裏金で冤罪で逮捕されたのが三井環さんやけどね。
まあ、警察の裏金で閑職に飛ばされたのが愛媛県の船場敏郎さんね。まあとにかく組織の都合で合理的にやってる、それをこう飛び跳ねる人間がおったらやっぱりこう潰しにかかるね。望月さんも本当にいろんなプレッシャーあると思いますよ。まあ、山尾詩織さんは見ての通り男女関係でいびられてるわけよ。だからどうでもええやんね。有権者が決めることでマスコミがごちゃ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 言うことやないんやけどね。まあ望月さん大変だもんね。あれは大変だと思う。いろんな脅しとか透かしとか、東京新聞ももういろんなプレッシャーを受けてると思うわ。ただまあ東京みたいなね、情報のるつぼにおるとこやから、高知白バイ事件なんか高知行ったらもうほとんど高知新聞1社しかないからね。新聞社は全国紙は10%ちょっとやし、そんなもん喫茶店とか官庁とか企業が取ってるだけで、一般家庭はほとんど大手は取ってない。高知新聞ばっかりですからね。その高知県警の裏金事件で高知新聞と高知県警が揉めに揉めとったわけ。その時は高知新聞がちゃんと本当のこと書いたわけよ。北海道の北海道警裏金事件とこう同じようにね書いたわけ。これで問題になって記者が飛ばされるわ。あれだから朝日新聞に引き取ってもらった記者がおったな、一人。で、高知県警はね、ちょうどこの高知白バイ事件が起きる前に、もうはっきりと高知新聞に、この県警裏金事件書くんやったら、もう日々の事件事故の情報を高知新聞に渡さんと、こう言うたんですよ。脅した。で、困って幹部同士で手打ちした。で、ちょうどその頃に高知白バイ事件が起きたんで、もうせっかくもういがみ合うてギスギスしてお互いええことないわけよ。高知白バイ事件のちょっと前に、その高知県警の裏金事件、もう橋本大二郎知事が吹っ飛んだからね、これに絡んで。橋本大二郎が動くんやったら、そっちの後援会やるぞって言って、まあ根掘り葉掘り調べられて、いろんなことがありました。本当に警察やる気になったら、本当組織ぐるみできますからね。きつけ薬が効かんな。匂いが分からん 全然きつけになってない。これ匂い、鼻が詰まったらいかんわね。いや、サウナ入って正解やったんかどうか分からんけど、まあこの放送してる間は大丈夫でしょう。すいませんね、くちゃ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 食べて、まあいつものことやけど、もう味も匂いもほとんど分からんからね 味はちょっと分かるか、酸っぱいのは分かる。酸っぱいのは分かるから、どうせやったら酸っぱい梅干しを食べようと。普通は梅干しとワインって合わんけどね。ワインじゃない、ブドウジュースか まあどうでもいいか。
まあそうやって高知白バイ事件の場合はね、ちょうどタイミングが悪いことに、高知県警裏金事件というのが、揉めた挙句、警察と高知新聞が手打ちをした、幹部同士で。これが背景にあったわけ。ほな、もう高知新聞と警察が、もう争うのやめとこやめとこやめとこ、でもできたとこやったから、なしなしにされたわけよね。これが現実です。すいませんね、本当に。皆さんにうつったらいかんけどね、皆さん、私の風邪がうつらないようにしてくださいね。いいか、ちょっと鼻かんでも、ちょっと失礼、ちょっと失礼。まあ、すいません、食欲もあるし、死にはせんと思いますけどね。ちょっと待ってよ。これは、KSK10863 は、これは片岡さんかな？ひょっとしたら。
おお。よいしょ。まあ、だからその高知白バイ事件っていうのは、高知白バイ事件というのはこの地方の特殊性で、高知新聞がほぼ独占してるわけね、84%以上。ということは、まあ高知新聞に書かれなかったら実際事件事故はなかったみたいな感じになるわけですよね。まあ県警は高知新聞だけ、押さえとけばいいと。こういう都合があるんで、高知県警裏金事件の時に、この高知白バイ事件が起きるちょっと前に、情報を高知新聞社に渡さんと。今の東京新聞の望月さんみたいにね、権力側に歯向かってたわけですよ。そうするともう渡しませんということで、で手打ちした。その手打ちした頃に高知白バイ事件が起こったもんやから、もみ消されたんですね。で、私はこの高知白バイ事件を後で知って、ブログに発表している証拠写真を見つけて、それを高知新聞社に持ち込んだら、そしたら握りつぶされたんで、でこの野郎っちゅうことで、2010年やったかな、参議院選挙にその写真を掲げて出たということですね。まあ、これからね、もちろん風邪も治った時にきちんとこう放送していきますんでね。まあ今もちょっとこう、僕らインターネットでわーわー言うもんが、高知白バイ事件のことでね、裁判所が被害者の片岡春彦さんたちに、もうあんまりインターネットとかで騒がんとってくれっていうプレッシャーかけたんですよ。で、それを私も聞いたもんやから、片岡さんの再審請求の邪魔になったらいかんということで、しばらく高知白バイ事件はもうあんまり喋らんと置いとったんですわ。いろいろあった、本当に。まあこれからバリバリやりますよ。いやらしいやろ、裁判所って。ね、ちゃんと証拠を取り扱うでもいいと、もう裁判官の一心に委ねられてるわけよ。気に入らんかったら裁判所はもう門前払いにするんやから、新しい証拠をいくつ出しても、ね、それが真実かどうか測ろうとせんの。いや、すでにもう証拠は揃ってますから、いりませんで終わりやから、もう裁判官次第なんですよ。本当に有罪でも無罪でも裁判官の好き次第、どうとでもできる。で、高知白バイ事件では、
片岡さんの出してきたタイヤ痕の捏造のね、証拠を取り扱うてもええから、この ABC どれか、どれを主張するか選びなさいとこう来たわけ。で、その ABC どれもね、片岡さんに不利なんですよね。事実と違う。そういう駆け引きをする。それからそう言いながら、もうインターネットとかで騒ぎなさんなやと。裁判がやりづろうになると。こういうんでね。そうすると僕らも2年ぐらい騒げになったわけよ。まあ騒ぐっちゅうかね。片岡さんのその裁判の足引っ張ったらいかんと思ってね。まあそんなことをするわけ。ほら裁判所汚いで。最高裁事務総局がこうがっちり握ってるから、裁判官はほら、左遷されたら、立ち上がっていかんと給料もらえんから、給料抑えられてんだよ。まあそういうこともやらないか。こう裁判官もずーっとこうね、給料がようなっていくんやけど、ある一定からトップ3みたいな、まあ要するにね、部長局長、あと専務常務社長と会社と一緒、役員になるぐらいから厳しくなるわけよ。もう高知白バイ事件なんか、変な話、真面目に裁判やった裁判官なんか絶対勝ち上がれんから、よそ言っとけで終わりやからね。ほんまにひどい世の中やで。2敗でやめとこう。 ひどい風もろうたな、けどこれは。まあでもそこそこ美味しく飲めるから 大したことないね、これ以上。普段サウナ入らんのやけど、久しぶりにサウナ入った。汗バーかいて、あ、いかん、野々花さんが見よった。もうほら、みんな内緒にしてってよ、酒飲んだりてね。野々花さんに見られたら怒られるからね。 けどあれやな、結構思う時あるよ。いや、全然シャレで冗談やけど、その朝日新聞紙でいう維新の会の何やる議員みたいにアホじゃないからね、俺はね。ただ俺にとっては、まあ全然そんなつもりないけど、死ぬことも一つの武器やなとは思ってんだよね。が無茶してね。まあそら無茶無茶よ。ええ年こいてもう55にもなってね、金もないのに年金の親父の金取って夜行で来て、夜行バスだろって、こんなカプセルホテルとかみんなね泊まっとったら、そら周りのもんが風邪ひとったら風邪もひくわね。まあ確かに命は縮めるんやろうけど、まあそれで俺がポックリ言ったらポックリ言ったね。それはそれで、死にとは全然ないけど、まあ一つのそのあれかなと。 まあ全然俺しぶといから全然大丈夫やけどね。まあただ
いや、そういう気持ちでやらんと、権力側に、何やったらお前殺してみいと、俺のことを。何やったら逮捕してみいと。つまらん冤罪で俺を捕まえてみいと。余計揉めるぞと。変なバランス関係があるわけよね。まあ、このぐらいで、まあ、あんまり目立たんぐらいでやってるから、まあ俺は、わざわざ目立たんようにしてるつもりはないけど、こう上手に抑え込んでね。ほら、小沢一郎さんの事務所とか、山本太郎さんの事務所とか、生田照夫弁護士とか、三井玉木さんのところとかも、バシ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 って電話とかメールが行くからね。藤島と付き合うたら迷惑するで、みたいなね。それはすごいね。へーとか思いながらね。まあ俺もよっぽどややこしいところに手足突っ込んだな思ってね。それはまあのんびきならんの分かってるし、姉妹まで付き合うつもりやけど、まあ絶対ガリガリにしぶとうに生きてやるけど、まああれ自分でどうのこうのじゃなくて、なんか事件でも事故でも起きて、僕がポッコリ行ったらね、あるいは逮捕なりなんかされたら、それはそれで一つの騒ぎになるだろうなという雰囲気を持ってないとやられるからね。そういう、あ、藤島もちょっとそれ以上やめとけと。あいつが死んだり、あいつを逮捕したりしたら、騒ぎが大きくなる可能性があるから、ちょっとそこ、それ以上は触らんときやという体制側の微妙なバランスをこっちも握っとかんとやられるからね、本当にね。それはね、俺はこそこそしとったら、スパッとやられるから。やばい。出る杭は打たれるけど、出過ぎた杭は打てまいという、こういうバランス感覚でいかんというか。梅干しよかったな、これ。やっぱ補修になるもんやな。タラもね、まあ要するに、チーズも。きちんとしたタンパク質と梅干しの酢酸、ビタミン、酢酸じゃないんか、うん、だからホースさんね、常にそういうちょっと出過ぎて雨天一応たまっとかんといかんのよ。これがね、こう微妙なバランス関係があって、まあでも意図してやってるわけでもないけど、まあそこのところに落ち着くよね。まあ警察の中でも裁判所の中でもテレビ局でも新聞社でも、僕のやってることが正しいとか、ああ冬島はなかなか他の人間がやらんことやるなっていうのは、それはもう分かってるからね。警察にいるもの、裁判所にいるもの、検察にいるもの、テレビマスコミにいるものに限って僕がやってることはよう分かってるから、一般の人は「何やあの藤島よな、アホやいかあれ、貧乏ったらしい格好して何やってんの」っていう、まあ一般の人はそうやろうけど。これは私が戦ってる相手側が一番僕のことはよく知ってるからね。まあもしその気になったら、どこか警察か検察か裁判所か、まあ最高裁事務総局あたり、あるいは薩長の本部、
高知県警のトップ、その経験者あたりを違法な手段ではなくてきちんとした裁判で絡めとって堂々と渡りをて勝てないまでもいびるだけいびり倒してやろうかなとは思ってるけどね。まあそれは60、今55やし60ぐらいになってからかな、体がもうちょっと動かんなったらそういう方法に出るでしょうね。今まだ体が動くからね。ああ KSK さん、小松光弘さんはどうなった。ああということは片岡さんじゃないんやね、あなたね。この間片岡さんとも話したんやけど、まあちょっとあの人こう汚い言葉で人をなじりすぎよね、演説もね、評判が悪なっていいかも。何回か逮捕されてどうにかなってるんじゃないですか。僕は1回2回会っただけで付き合いないからね。まあだから小松光弘さん言うてることは正しくても、やっぱり一般ピープル、普通の人たちに毛嫌いされてるようなことをしたらいかんわね。周りの評判全部下がるからね。まあ最低僕ぐらい、家族には迷惑はかかるけど、支援者にも、でこれご覧の皆さんには迷惑な話やけど、俺が生きとる限りは応援してくださいって俺が頼むからね、しゃあないな、また応援せないかんのかってこうなるけど、家族もね。まあでも一般ピープルは僕のことなんか全然関係ないからね、そこはまあ支援者には申し訳ないし家族には申し訳ないけども、一般ピープル、いわゆる普通の人にはあんまりこう嫌われんようにね、普通にせないか。最後にはその普通の人たちがちゃんと理解をしてくれたらこっちの勝ちやからね。だから普段みんなが B 層を言うたり、意識の薄いとか政治に興味がない、趣味だけとか社会にとって何の役にも立たんみたいにね、我々活動家行動する人間から見たら割と何て言うかな、勉強不足みたいに思える人たちが結局は最終的にその人たちの意見が支配したところが世の中を動かしていくんで、そこは大事にせない感じですよね。あ、まだコインがあるんですね。思わず1時間以上本当にね、お聞き苦しくて申し訳ない。
お水を飲んで。RJ さんありがとうございます。そうですか。だから活動する人はね、今話題になってる小松さんっていうのは高知白バイ事件の活動家なんですよ。僕も2回ぐらい会ったことあるけど、まあ一緒に活動はしないけどね。やっぱり活動する人と応援する人は違うからね。活動する限りには、こんな難しい事件を扱うんやから、パッと咲いたパッと散ったってダメなわけよ。でやっぱり社会に受け入れられない、受け入れられづらい活動をしているということを自覚して、まあ、いつかは我々の考え、我々の行動を受け入れてもらえるように地道に、まあなんていうかな、僕の活動なんか激しくこう言う人からとったら遊んでる半分みたいにしか見えんのやろうけど、そうじゃないと続かないからね。余裕というか、あんまりきっちきちでいつもいつもテンパってテンション高方に行ってたらもう絶対続かんから、そんなん無理よ。半年やって1年やって2年やって3年やって解決するような問題じゃないから、20年やってなんぼ、今11年目ですよっていうのが高知白バイ事件ね。僕が高知白バイ事件に関係してから9年ね。でこの国も変えていくだけの力がなければ、高知白バイ事件というのはこの国の根幹の問題なんで、陸山会事件にも関係がある、同じようなところがあるんで、脱原発、高知白バイ事件、陸山会事件、これはまあ20年やらないかんでしょうねっていう考えで、10年っていう、そういう感覚がないとダメよ。そんなすぐに結論が出るもんじゃない。暴れすぎたらいかん。僕が官邸前行動、国会周りで一人で演説やって、50人300人350人か最高で、国会議員も出てきて国会前で活動していいんだっていうのを、まあ宣伝をつけた。だけどスーッて引いた。これは行ったらね燃えるし、やったらいつか逮捕されるから、なんやかんや粉つけてね、俺もこう血が騒ぐから、そういうこう変なこうバランス感覚はあったね。というか俺がいかんでも若いもんがやるからね。ああこらいったなと。半原連とかミサオレッドウルフとか素人の乱とか、むちゃくちゃ集客力があるというか人を集めるの知ってたからね。あこいつらがいったらもう絶対大丈夫やと思った。あ俺スーッと引いた。
あ、ちょっと治ってきたな。もう一杯行こうか。まあ、この間高知のね白バイ事件の片岡さんにもお話してきたけど、これからよ、これから、これから、これはもう裁判所が再審請求ね、証拠を調べるのにインターネットで騒いで、なんかそういうのをやめましょうよみたいな、これはこれはとんでもないことを言うなと、えげつないな思うだけど、それでまた騒いだなね、片岡春彦さんの足引っ張ったらいかんし、ほらもうすごいよこの国の国家権力でやってくることは。皆さん分かってないというか、それはね僕たちもそう思わないし誰も分からない。え、裁判所が、裁判官が冤罪事件の再審請求をしたときに、その証拠を扱うか扱わんかで、ね、インターネットで騒ぐのやめましょうよって圧力かけてくる、と思うんだけど、これが現実やからね、えがりせよと思うんだよ。そういう、おい、黙っちょこうかと、黙っちょこうかと、で2年よ、ほんまに。ええかげんせえ。いろんなことがある。ほんまに。ねえ、小松さんも生きて出てくりゃええけど、だから逮捕されたりすると一般ピープルが引くし、もう本当に殺されるからね。三井玉木もほら糖尿病の薬をもらえんと死にかけたって言ったんで、まあでも小松さんは小松さんで頑張ってもらわないかんし、いろんなことを。高知白バイ事件ではほら冤罪を解決せないかん言うて飛び跳ねる人間がいくつかおってね、みんなこうやったら解決する、俺の方法でやったら解決するけど解決しやせんちゅう、相手が警察も認めんし裁判所も認めんから、要は世論を動かすしかないね。僕のやってることは一番遠回りやけど、それこそ保育園落ちた日本死ねじゃないけどね、さらさらないとか排除しますじゃないけど、
高知白バイ事件ってどうして解決しないんですかっていうことが、あれが小池百合子のさらさらないとか排除しますのような形で、あるいは橋下徹がツイッターでつぶやいたみたいなね、そういう流れの中で僕が高知白バイ事件を表現することができたら、そうしたら初めて解決に向かうんですよ。陸山会事件もそう、一つのこのブーム、警察が検察が裁判所がこの国民の目をごまかすことはできんとなったら物事が動く。ただしこのね、盛りかけ問題みたいにここまで追い詰めても知ればっかりくれるんやからね、我々が対決している権力っていうのは本当に絵面しいよ。えずいで、土佐弁でえずいきって言うけどね、そらもうえずいで、こらえずいえずいってこう言ってね、そのえずくっていうか、うっぷってこうね、こう息ができんようにえずくって、とこうなるというね、そらもうえずいよ。この高知白バイ事件じゃの、陸山会事件じゃの、まあ原発もそうやけど、だからやるわけよ。だからやるわけ。高知白バイ事件も陸山会事件も脱原発社会の実現も、それはもう珍しい、えずい。権力との真っ向勝負やから、絶対あいつらは権力側認めない。今回の盛りかけ問題もそうでしょ。ね、絶対表に出してこない。これが権力者のやり方やから。もうひどいも減ったくれも、とにかく力技やから。あとはもう国内にブームを起こすしかないのよ。そこまでいくかどうかやから。だから高知白バイ事件も陸山会事件も脱原発もえずい。えずいえずいえずらしい。それをやり遂げるためには命を捨てるぐらいの覚悟がいる。だからやり続ける。毎日やるためにはこうやって風邪ひく時もあるし、だいたいあんた貧乏垂れもずっとやるわけやから、何か特別なことができるわけじゃない。ただやる、ただやることは大事。これはね、負け惜しみ、正直負け惜しみでもあるんやけど、これはね、どんな高級取りの弁護士がやっても却下。高知白バイ事件、陸山会事件、原発の裁判もそう、どんなに有能でどんなに素晴らしい評価を受けた弁護士が裁判に持っていっても却下却下、ペンペンペン。ほら、裁判官が認めんもの、裁判官自身がさっき言ったように生涯獲得賃金で縛られとるんだよ。ね、裁判官が金欲しいだけやもん。左遷されたら困りますから認めます。いや、正義感があってこの裁判はちゃんと判断しますって言うたら、最高裁事務総局がその裁判官をその裁判から外して飛ばすんやもん。わかります？皆さん、裁判官、もう一杯飲もうか皆さん、野々花さんには内緒にしといてください、怒られますから。空気をいっぱい入れてね、降ってもええぐらい香りがたたんと美味しゅうないから。
これはね、負け惜しみもあるし、言い訳もあるかもしれん。いろんなニュアンスはあるけど、これみんな知ってます？高知白バイ事件、陸山会事件、原発問題、これ裁判にかけるでしょ。そしたらたまたま、裁判官がおったとするじゃないですか。真っ当に判決しようとするでしょ。そんなことはいくらでもあったわけ。今までも僕が関係することでも、検事も検察官もね。そしたらね、飛ばされる、配置転換、しかも左遷、障害獲得賃金ガタベリだから、分かってました、やりますって言って手を挙げた人間は、おお、そうか、やるか、よしよしよし、給料ええとこ飛ばしたのでって言って、東京高裁の判事になったりとか出世するわけよ。高知白バイ事件も出世する、陸山会事件も出世する。ふざけるなって話やから。冤罪事件を作り出した裁判官が出世するのよ。でまともなことをしようとした裁判官目つけられて飛ばされて終わり。それがこの世の中やから、そういうことをどうやって国民に伝えるのかっていう、そこなんですよ。実はそこなの。どんなに有能な裁判官が、どんなにハンサムが、どんなにべっぴんさんがガチャガチャやってもダメ。じゃあどうしたらいいのって答えは俺も持ってない、持ってない。ただとりあえず今は粘り強くやるだけ、風邪ひいてもやる、それだけ、やり続けること、記録を残すこと、オープンにすること、例えば俺が殺されても、このマチカフェ TV が消されても、アシュラを見たらあるとか、こっちに転載されてるとか、 YouTube に載ってるとかで、消したら消すだけ体制側が消したなって分かる。藤島自身を消したなとかね、藤島のブログを消したな、あれ OCN の最初のブログ消されたのはちょっとあるんじゃないかな思うけどね。まあね、とにかくやる、記録を残す、オープンにする、やり続ける、それが大事。その中で考えること、それが大事。あんまり一般ピープルにむちゃくちゃ嫌われるようなことをしない。まあ、ちょっとこうやって鼻シュンシュン言わして、でえらいすいませんとか、風邪ひきで申し訳ないです言いながら、まあみっともない、聞くに悪いはもう鼻じゅん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 言わして、もう聞くに大変は言いながら、でも何してんのと、まあとにかくやり続ける、記録を残す、オープンにする、消されてもコピーがあるようにする、これを心がけてやることね。俺のコピーぐらいいくらでも出てくるから。だから
OCN のブログは閉鎖させられたし、まあ FC2 に乗り換えたけど、アーシュラね、アーシュラは金で潰されたね。アーシュラの管理に藤島は広告に引っ張っていくからいかん、広告に引っ張っていくからいかん言うて俺を弾いて、まあ日々淡々さんもそうって言ってたし、みんな言ってたから、結局みんな、アシュラも自分が広告出してごちゃごちゃやったで、お前何を言うとるんやって。アシュラに投稿する藤島は純粋にアシュラに投稿するんじゃない、広告に引っ張っていって寄付金集めをする、だからダメやて。今アシュラが広告だらけやんか。まあ皆さんそんなことでね、ああちょっとこの風を直さんとしょうがないけどね、まあブドウジュース3杯飲めたから、そんな嫌々じゃないから大丈夫なんじゃないですか。まあでもちょっと若くはないね、年でもないけど若くもない。いろんなところに障害が起きております。まあ権力側は、はあ、よう俺に死んでくれと思ってるからね。でもあれやないか、死んだら死んだでちょっとクローズアップされるから。しょうがないと思ってんのかな。絶対自分では死なんからね。殺されもせん。なんかこの外国人にもろうた風ってすごいね、やっぱ肩が違うやろね、きついわ。俺よっぽど強いはずやけどね、これはがっつきだわ。と自分では思ってますけどね。まあただまあこうやってね、ぶどうジュースも飲んでるし、梅干しも食べたし、レバニラ炒めも食べたし、言うても今日レバニラ炒めだけか。そうか、まあ、さっきタラも食べたしな。寝てから食べるか食べてから寝るか。いや、ファミリーマート、ファミレス、ファミマの300円カレ
いつものやつを買ってるんですよ。これを温めて食べようかな、どうしようかなというね。ちょっと用だめんな。ゆきまるまさん、こんばんは。で、鼻声で申し訳ないですね。ひどい。私、熱は出ないんですね、多分ね。まあでも、ぶどうジュース、ぶどうジュースこんだけ飲んだからね。あとこれぐらいやろ。やっぱり半分飲んでるんやね。大丈夫大丈夫。まだ味もわかるしね。いや。まあでもひどい話よ。警察官も検察官も裁判官もね、この喜び遺産で冤罪事件を作ってないからね。みんなもう嫌やな思いながら、家族の顔を思い浮かべて、しゃあないな、しゃあ、前のやつ飛ばされたと。もう追い込まれる。まっとうな判決、裁判官ならね、検察官ならまっとうな起訴不起訴、起訴便宜主義に基づく判断やろうとする。そしたら上司に聞かれて、こうしようと思いますって言われたら飛ばされる。で、冷や飯食わされる。えって言って、それ見ている。俺もああやって飛ばされて冷や飯食わされるんか思う。俺たちもうしゃあない。しぶしぶ検察官も裁判官も警察官も、検察官もね、警察官も裁判官もそう、ね、体制によった求められている当時の答えが違うんやから。えって言って、子供の頃からずっと算数も解いてきたテストで優秀なやつばっかりや、これはこうでしょうという答えを持ってる。ところが処世術というものが出てきて、この体制ではこうだよと、特別な答えを出さなあかんねんということを勉強した人間が出世すると。こうなったら、あ、もう俺もへこむよりは出世しますわって言って乗り換える。それが陸山街事件の裁判官であるし、高知白梅事件の裁判官であるし、原発の裁判官であるわけだから、彼らもやつらも、特には女性がおるかもしれん、彼女らも厳しいのめん。もうあのフォークをスパゲッティ食べとったら、え、スパゲッティだけじゃない、これも食べるんだとかで、フォークをガシガシ食うってごっくん飲んでるみたいな、そんな感じよ。やつらも彼らも彼女らもかわいそう。俺は苦しい。